I-5 という高速道路を走ってます。It was raining earlier, but now it's a little bit sunny out, which is nice.すごい魚なんやけど。さあ、着きました。はーい、やった。はい、オレゴンやっと着きました。3時間ドライブしたね。3時間ドライブして今着きました。今ね、あのパーキングの中にいるんで、ちょっと 暗いので、この電気つけてるんですけど、雨に降ったり振られたり振られなかったりしながら走ってきて、ねえ、なんかあの高速ダイブと70マイルのところがあるんですよね。ねえ、あのサウスのところ、結構南の方まで走ってくると、もう交通量が少ないから70マイルになってるんですけど、まあでもちょっとね、途中の方がね、なんか60マイルなのかな、70マイルなのかなってちょっとわかんないようなところがあって、もうね、パトカーを結構、ポリスカーを結構見たので、その辺ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。あの DUI のパトロールもしてますみたいな看板も出てました。 DUI っていうのは Drink and Drive、 あの飲酒運転のチェックしてますよっていうことなので、その辺もね、気をつけてください。一応ね、ワシントン州、他の州は違うのかな、わかんないんですけど、ワシントン州はビール1杯だったら、それもなんか微妙ですよね、ビール1杯だったら大丈夫っていう決まりになってます。今ポートランドにやっと着いたので、今から友達におすすめしてもらった、なんとかカフェ、なんだっけ、ムーンストロークチョコレートカフェっていう、なんかチョコレートがすごい有名なカフェがあるらしくって、そこのね、ビスコッティとコーヒーが美味しいよっていうことなので、そのコーヒーとビスコッティを食べに行きたいと思います。それでは行ってきます。こう言いたいことが、ポートランドはもうダウンタウンシアトルと同じで、一方通行が本当に多くって、もう入れない道ばっかりだったんです。一方通行のところって出ないといけなくなってしまって、で一回橋を降りて、でもう一回戻ってきました。そう、止めるところもね、本当になくって、あの今立体駐車場のところに止めたんですけど、もう路中はほぼなかったですね。ちょっとことでカフェ行ってきます。着きました。オレゴン、やっと着いた。OK、 今ですね、ポートランドの、市内を歩いてます。シティセンター、多分シティセンターのすごい周辺だと思うんです。でもやっぱりなんか街並みはシアトルっぽいですね、かなり。あとね、ここです。Two of these cookies right here. The white cookie. And I'm gonna try. Which one's your like popular? The most popular one? Raspberry chocolate. Raspberry. Okay. I don't really like. Yeah. Or Mayan truffle. This one right here. Oh, Mayan truffle. Okay. $6.25 when you see a green light in the upper left hand corner. Okay. Go ahead and enter your check. Okay. Alright, thank you so much. ちょっとなんかバタバタしてて、何を頼んだのかよく覚えてないんですけど、多分このカメラの動画見返したら何食べたか分かると思います。なんかアーモンドなんちゃらっていうやつだったんですけど、それがなんか今すごい人気らしいので、これ買ってみました。食べてみます、一口。美味しい。私あんまりなんかこのラズベリーとかいろんなの、なんか中にこうね、ちょっとしたのが入ってるのがあんまり好きじゃないんですけど、これはね、なんだろう、ただのなんかトラフルみたいな、トラフォーみたいな感じなので、うん、美味しいです。外側についてるこのなんかシュガーがクランチーで、結構最初なんか塩かなって思ったんですけど、違うね、多分普通のシュガー。すっごいリッチ。うん、なんか他のなんか、なんだろう、
紅茶とかと一緒に食べたい感じですね。でね、すぐそこにね、なんかあのクリスマスツリー、大きなクリスマスツリーがあったんですよ。で雨降ってきたんだけど、ちょっと見に行ってみたいと思います。なんかコートハウスパイオニアスクエアって書いてありますね。あそこにスターバックスとノードストロームがあって、でこっちに大きなクリスマスツリー発見。暗かったらね、もうちょっと綺麗なんでしょうけどね、明るいからそこまで綺麗ではないけど大きい。まあでも背の高い、すごい背の高いクリスマスツリー。演説してる人いますけど、それは無視して、その上にフードカーがありますね、いっぱいね。スターバックス and 屋根ついてる。 I'm in love メニュー。うん、サンドイッチだね、やっぱりサンドイッチがあって、これもサンドイッチ屋さん。あそこにあんなやつが、あんな機械があるけど、電車のチケットはそこで機械で買えるってやつかな、路面電車を。なんか指さしてるおじちゃんがいます。何を指さしているのか。クリスマスツリー、花屋さんがありますね。ね、なんかこれを見ると、なんかこういうのを見ると海外っぽいですね。なんか路面電車と、路面電車となんかこう街が一体化してる感じがいいですね。思ったより全然あったかいですね、ポートランド。シアトルより全然あったかい。じゃあもう私たちはそこ、ちょっとね雨がひどくなってきたので、You're not done yet, so we still have to go to Medford, Oregon. オレゴンのメッドフォードというところに今からまだまだ行かないと、走らないといけないので、4時間ぐらいじゃないかな。なのでまだ今日ロードトリップ終わりじゃないです。今2時、お昼の2時なので、多分着く頃にはまあディナーかな。でもアメリカっぽいあの動画見たいよと思われる方は、ぜひグッドボタンで教えてください。それではチャンネル登録もお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 Actually, somebody that works here fills up the gas just like Japan. I didn't know. オレゴンではあのガソリンスタンド、セルフじゃなくて入れてくれるみたいです。これチップ渡すんですよね。チップ渡しましょう。入れてくれてます、ガソリン。すごい。そう、ここに着いたら、え、ガソリン入れますか、何にしますか、ガソリンのタイプとか言われて、え、じゃあレギュラー満タンでみたいな。日本と同じ会話。アメリカで初めてセルフじゃないガソリンスタンド来ました。びっくり。そう、なんかオレゴンではセルフじゃないんだよって言われたんで、多分セルフ初めての人は結構ここ来るんでしょうね。フリーウェイのすっごいど真ん中のなんもないとこなので。 Would you like the receipt? Ah, no, thank you. Alright. And that is for you. Oh, thank you. Yeah, thank you very much. Alright, you too. ガソリン満タン入りました。まだまだね、メッフォード、今、ポートランドから宿泊先のメッフォードっていうオレゴン、そこもオレゴンなんですけど、オレゴンの北からオレゴンの南まで走ってます。And we have three more hours to go. So, let's go. This is the rest area in Oregon State. アメリカのサービスエリアみたいなやつは本当に簡易です。自動販売機とトイレと地図があるだけ。日本のサービスエリアが恋しい。